昭島に今 GLP の昭島プロジェクトという民間の大規模開発が行われようとしているのを皆さん多分ご存知の方も多いのではないかなというふうに思います。昭和の森のあのゴルフ場を全部潰してホテルはどうやら残るということは聞いておりますけども、あそこを広大なデータセンターあるいは配送センターを作っていこうというような計画がなされているところでございます。これ民間の開発事業でございます。そうしますと住民説明会ももう何度も開かれているんですけども、底地は全部昭島市でございます。固定資産税は昭島に入るというような取り組みでございます。じゃあ道路はどうなるのかということになりますと、この天王橋の交差点も含めて松中通りあるいは宮沢通りというこの立川のこの五日市街道にだいたい1日あたり4600台の大型車あるいは普通車この流入があるのではないかという計画が示されております。西砂町の PTA の皆様方からは昨年このことを大変ご心配をいただいて、子どもたちの安全安心の通学路をしっかりと守っていく、このことの請願が立川市議会に提出をされたところでございます。そのこと、もちろん私もその賛成をして採択をさせていただきましたけれども、交通量が増える、そうしますとやはり交通事故も増えるんじゃないかというような心配も出てきますし、やはり道路が多く通ればアスファルトもそれだけ傷みます。これを補修していくには皆様方が納めてくれた市税を使っていかなければいけない、こういうことにもなります。固定資産税は昭島市、負担だけは立川市というわけにはやはりいかないというのが私のこの地元を預かる立場としては言っていかなければいけない、このまちづくりでございます。